はい、こんにちは、こんばんは、コンコンです。またね、沼なイベントが実装されてしまいましたので、ね、紹介していきたいと思っております。で、そいつが、これですね、チップシャッフルということで、まあ、重装チップに関するイベントですね。で、今までの重装チップのイベントって大体沼だったんですけども、まあ、これもまあね、ひどい沼らしいんですよ。ただ、これまでの重装チップ系の沼と比べるとだいぶマシな沼らしいんで、まあ、今回はね、このイベントがどんな感じのイベントなのかっていうのを解説と、あと実際に回してみてどんな感じなのかってね、紹介していきたいと思っております。で、その中で、まあ、回す上でのね、注意点等もね、伝えていけたらいいなと思っております。じゃあね、早速見ていきましょう。で、まずこのランダムバフってやつを押してあげると、ランダムにね、このバフが抽選されます。で、ここで出てきた種類の、まあ、チップが、まあ、UR のチップとして出る可能性があるって感じですね。ただ注意点なのが、ここでこの UR のチップを厳選できるんですけども、ここで厳選したやつってあくまで UR チップのバフなんですよ。で、この後になんか9枚ぐらいのカードめくり的な感じでめくっていくやつがあるんですけども、それ、結局全部めくんないと基本的に UR 出ないんですよね。で、全部めくるのに大体7000円ぐらい必要になってきますので、ここで、ま、どれだけ厳選をしたところで、その後、ま、すべて引いて UR を引き当てないと意味がないんですよ。なんで基本的にここの、ま、厳選っていうのは、このシャッフルね、ま、20台とかできるんですけども、この次のめくるところで、ま、最大7000円まで課金ができる人じゃないと、ここでね、厳選しても台の無駄になっちゃうんで、基本的にはここはね、無課金とか微課金の方はもう、厳選すらする必要ないですね。なんでこれはあくまで7000円ぐらい払って UR チップを買うっていう。まあ、それはできる人だけが、ま、シャッフルをね、するようにしてください。で、今回ちょっと一応ね、内容確認していきたいのでね、見ていきたいと思っております。で、こんな感じで出ていて、まあ、左の方に、このチップの種類とその部位ですね、が出ています。で、まあ、ここに、ま、確定で出るランダムバフが出てくるわけですね。で、欲しい部位の、まあ、欲しいバフがついてるものが出たら、まあ、それを選択して、そのバフがついたチップをゲットできた感じですね。で、ここで見ていくと、まあ、ちょっと注意なのが、まあ、これとかですね。で、これまず、チップの種類が何かわかんないですね。で、かつ、こう、チップ部位が、こう、見た目上、この真ん中のコアの部分みたいになってますけど、部位ランダムなんですよ。なんで、これダメ像がついてるだけ確約されていて、結局どこの部位かも、まあ、どの種類かもわかんないっていう、まあ、かなりランダム性が高いので、これとかあんまお勧めできないですね。なんで、ここはしっかりと欲しい部位のところの欲しい種類ですね。で、今回私が狙いたいのは、ま、セストンとかですね、を狙っていきたいです。で、一応紹介していくと、私今こんな感じなんですよね。で、中央がまあセストンなんですけど、まあ、全体ダメージ 15%。で、これ昔結構強かったんですけど、最近ね、もっとすごいチップ持ってる人いっぱいいるんで、まあ、そんなに強くない感じですね。で、あとこの左と左下に関してはね、この大体色の高速砲火付きのセストンが出ないので、まあ、一応ね、紫で使ってる感じですね。なんで、今回欲しいものとしては、基本的にはこの中央のめちゃくちゃ強いチップ、もしくは左下ですね、のセストンの、まあ、UR ができれば欲しいなってことですね。で、それを狙っていきたいですね。で、右上紫なんですけども、これ結構すごいチップで、空軍防御能力アップ 3%、全員と防御アップ 3% って感じで 6% ついてるんで、これそこそこ強いんですよね。だから右上に関しては、まあ、紫ですけど、まあまあ強いんで、まあ、とりあえず優先順位としては左下のセストン UR で高速効果付き。もしくは真ん中のめっちゃ強いチップですね。を狙っていきたいと思っております。では、厳選頑張っていきましょう。はい、で、こっちに戻ってきたんですけども、とりあえずやっぱりね、セストンが欲しいんで、セストンが出るまではまあシャッフルですね。やっていきましょう。おい、全然出ねえな。うん、これはチップの種類もバフもかなり微妙なんで、これ絶対いらないですね。もう一回シャッフルですね。うん、沼だね。右上が出ましたね。うん、全ユニット属性、海軍。で、こんな感じでね、属性だけが指定される場合もあるんですよ。で、これって結構怖くて、海軍の、まあ、エレメント強化とかの可能性もあるんですよね。なんで、これはちょっとね、できれば避けたいところ。やっぱね、私の場合空軍が欲しいんで、まあ、これ黙ってくれないですね。なかなか出ないな。あとこれですね、これ注意のやつですね。これはなんか見た目上真ん中のチップっぽいですけど、ランダムなんですよ。なんでこの見た目が真ん中のチップだった場合、チップ部位が本当に真ん中なのかランダムなのかっていうのはちゃんと確認した方がいいですね。で、もう一回シャッフルしていきましょう。沼だね。そうそう。で、ちゃんと真ん中の場合はね、このコアっていうやつがつくんで、まあ、コアってなってるやつなら真ん中ですね。これちょっとマジでややこしいような見た目一緒だから。ただ、スクラマサクスはいらないね。これは全然ダメだな。シャッフル。はいはい。これが攻撃加算、解析のダメージ増加。で、これチップ部位ランダムになってますけど、これバフの種類的に多分左側のチップなんですよね。まあ、セストの左側でね、この3つついてる場合、まあそこそこいいんでね、まあいいんですけど、まあここはちょっと妥協せずにやっていきますか。えい。はいはい。ランダム陸。これもダメだね。でね、注意なのがこの5回目以降はね、50台値上がりするんで、まあここ注意ですね。まあ20回全部やっても1000台はいかないぐらいなんで、まあそんなにかかんないですけどね。ほい。で、これですね。ほうほう。これが気になるな。チップ V ランダム。防御能力。攻
小屋さん。で、この並びだと中央の可能性もあるんですけど、ただね、ホプロンなんだよね。ホプロンはちょっとな、なんか鬼みたいな防御能力ついてる場合だったらね、いいんだけど、中央の防御、全ユニットの防御能力 20% みたいな。だったらいいんだけど、まあどうなるかわかんないからね、これも怖いね。郵送ダメぞ、いらないし。これ結構すごいな。スクラムサックスですけど、海軍攻撃、海軍生命、海軍ダメぞ。海軍使いならなかなかいいチップですね。私はいりません。いやー、これほんとなかなか出ないな。沼だわ。これは全然ダメかな。これは話にならないね。よし。セストンが出ねえな。右の空軍属性とダメぞ。あー、悪くはないが、チップの種類わかんねえのめっちゃ怖いな。うん、海軍の防具能力アップがめっちゃある。これとかすげえな。これ海軍使いなら、まあまあいいチップだけど、空軍で欲しかったね。うん。うい。お、左、ダメぞ、火ダメ源。なるほどね。ダメぞ、なんかこれで妥協してもいいような気がしてきちゃってきたな。いや、これ残りの更新回数が0回になるとさ、マジでゴミみたいなことになるよね、正直。うん、一応表記上やっぱり、多分、いわゆるチップ取り切らないと次いけないんで、だから2回目以降をやろうと思うと、やっぱりこの多少なりとも使えるチップを選ばんとかないとかなり残念ですね。これ悩ましいな。ダメぞ、火ダメ源。高速効果が確約されないんですけど、最低限使えるチップにはなるかなっていうところあるんで、ありだな。妥協するかどうか。これやだね。残り11回もあるからさ、もうちょっとマシなやつ出るでしょってのもちょっとあるんだけど。まあ、一回これでやってみよっか。うん。よし。じゃあ、これ高速効果付きが来たらでかいですね。はい。で、最初は無料で引けるんですけど、最初に言われることはまずありません。はい。ゴミチップですね。で、こっから先はね、課金ですね。まあ、地獄みたいな課金があるんで、ちょっとね、ちょっからね、課金していきたいと思います。はい、サクッと課金してきましたね。だいたい1ポイント、まあ、2円ぐらいですね。まあ、なんでいくらかかったかはね、お察しください。なんで、これでまあ、何ポイント残るかもね、ちゃんと見ていきましょう。で、2個目めくった場合、60ポイントですね。120円ほどかかります。で、当然、ここで言われなくは出ませんね。はい。セストンばっかり出るな。これって最初選んだやつと関係はしてんのかね。わかんないな。はい。で、3つ目が120ポイント。セストン確約の可能性がありますね、これ。あ、ぽいな。一応あれですね、あそこで厳選した場合、そこの、まあ、V とかは確約されるのか。あ、これあれですね、一応、全部条件満たしてるんだ、UR だけじゃなくて。最初の説明ちょっと、訂正ですね。UR も一応条件のやつになりますけど、それ以外も一応乗るわけですね。なので、無課金、微課金の場合、厳選しても全く無駄っていうわけではないんですけど、ただ結局出るのがこの SR とかになるんで、UR とかは、けど、いや課金しちゃ出ないよっていうのは思った方がいいですね。でも全部条件満たすやつってなかなかすごいな。まあ、ただね、ある程度レベルになってくると UR 以外のチップって全くつかないんで、全然意味ないですけど。はい、ここから高くなってきますね。300コイン。で、かけ2が値段。で、ここで SSR ですね。2個しかついてないのね、これ。まあ、SSR のこれだったらね、まあ、そんなにチップ想定なしだったら使えるかもってとこ。はい、300ポイント。で、600ポイント。うん、SSR は早めに出る可能性あるな。でもほら、結局こうなんよ。UR なんて出ないんですよ。はい。で、ここで出る可能性ありますね。で、これがどんな性能なのかっていうのが、ドキドキなところ。見てみましょう。はい。コウイカさんダメぞ、ダメゲン。まあ、悪くはねえんじゃないか。最後に高速効果ついてくれた最高なんだけど。っていう感じですね。で、これでラッキーにも引けたんで、まあ、2200ポイントぐらいか。なんで、ここで引けるとまあ、ラッキーってとこですね。で、いろんな人の方向を聞くと、まあ、8回目か9回目に出るよって感じらしいんで、これラッキーパターンですよ。これ戻る押すと戻れんのかな？もうここ引きたくないよね。全く意味ないから。戻ってみますか。あ、戻れましたね。という感じで、一応、早めに UR 引けた場合、あれで戻れるし、で、最悪、最後まで回し切っちゃって、わけわかんないチップになっちゃった場合は、早速戻ってやり直すってのは一応できるっぽいですね。ただ、抽選回数の限界が一応あるので、まあ、そこだけ意識していきたいですね。こんだけポイントが残ったらもう一回ぐらいできそうだね。やってみるか。まあ、次はちょっと妥協せずやっていこう。
右すげえな、これ。セストの右。ダメぞ、ダメぞ。これだね。なんか、海軍ダメぞ、陸軍ダメぞだったらもうゴミですけど、空軍ダメぞと電撃ダメぞとかだったら結構美味しいな。まあ、ただね、ダメぞよりも防具能力が欲しいんでね、右とか。まあ、これはシャッフルですね。で、本日の残り更新回数があれなんだね。共通なんですね。まあ、本日のね、多分明日になったら更新されると思うんですけど、ただ、ここで更新できなくなる感じですね。先ほどで9回回したんでも9回減ってると。で合計で20回なんで、新しいチップを取ったとしても、まあ、ここは共通ってとこですね。じゃ、まあ、とりあえず今日、とりあえず限界までやってみるか。妥協せずに。おい。ランダムダメぞ。セストンがいいな、セストン。セストンコア。海軍属性か。残念です。これが空軍属性だったらちょっとね、チャレンジしてみてもよかったかもな。いや、でもなかなかきついな、これ。やっぱりちょっと沼感がすごいわ。うん、実際これ選べるだけで全然マシなんだけどね。本来だったらこれがね、実際に箱買って開けて、この抽選をやってるわけですから。マシではあるんですけど、それでも、精神力をガリガリと削られていく感じ。チップ V、ランダム、防具能力、ダメぞ。はぁ、これが、中央だったら激アツだよな。うん。これが中央で、空軍につく防御能力がつけば激アツなんだけど、左とか、左上とか、なんかそういうんだったらめっちゃ残念ですね。あとチップのね、種類もランダムってのがさすがに怖いかな。スクラマサックスの左側とか出たらもう餌でしかないからね。まあ、ここは妥協せず行こうか。さっき妥協しちゃったからね。よし。さあさあ。コアっぽい見た目ですがいっぱい出てますけど、ランダムですね、これ二つの。で、あと、これ、ランダムって書いてますけど、なんか、これがヒントになってて、まあ、重装なんじゃってついてる時点でもう右は絶対ないんですよね。なんで、これはまあ、中央か左側なんですけど、どの位置もいらないですけどね。で、これがコアですね、コウイカさん。うん、なんか、橙色のコアだとの場合、レベルアップした時の運ゲーがないんで、なんか、強いコアのチップ取ろうっていう場合には結構いいイベントかもですね。セッサンの中央の杖も欲しいけどなランダム。あと、ランダムで、3つついてる場合は、もう確実に中央ではないですね。まあ、その一応ヒントはあるかなってところはありますね。これもあれだな、防御能力攻撃加算。これがコアのチップで、全ユニット防御とかついてたら激アツだけど、運ゲーが怖すぎるんで、避けようってやつですね。さあ、マシなのあるか。セストンが久しぶりに出たけど、海軍ひだめ。ダメですね。これはなかなかちょっと紙チップには出会えなさそうな感じしますね。うん、これは全然ダメだな、全部。さあ、あと3回か。ランダム、海軍、海軍。海軍、海軍多すぎね。俺は空軍使いなんですけどね。さあさあ。空軍全ユニット。うん、ランダム。まあ、3つあるんで。書き方的にまあ右だね、これ。これとかちょっと面白いけどね。ここは、まあ、スクラマサックスなんでマジいらないですけど、全ユニット属性ってなってるんで、まあ、エレメントとかじゃなければ割と何でも使えるよっていう、そういう感じですね。ただ、まあ、妥協はしない。ということで、ラストシャフル行きましょう。はい。ここは確約の何かわからないの陸軍属性ですか。これはちょっとね、が微妙ですね。で、こうなるともうシャッフルできないんで、まあ、一応多分明日になったらもう一回シャッフルはできると思うんで、まあ、残りのシャッフルはね、まあ、明日やっていこうかなと思います。で、まあ、多分ちょっと連続で、まあ、動画にした方がいいと思うんで、まあ、明日ね、改めて撮り直して、まあ、編集してね、出していきたいと思います。まあ、最後にこれだけ見よっか。さっき獲得したダメゾウ、ヒダメゲン、ついてるセストンチップですね。まあ、これのラストに何がつくのかっていうところですね。まあ、ぜひとも高速効果が欲しい。まあ、多分これがね、まあ、ゴミみたいなやつでも割と使えるチップなんでいいんですけども、まあ、高速がついたらもう激アツですね。まあ、絶対つかねえと思うけどやっていこう。はい、という感じで経験値チップを食わせてレベル5ですね。まあ、そこで何が出るのか。まあ、どうせエレメントダメぞとかそんなゴミでしょ。まあ、期待せず行きましょう。では何が出るのか。ドキドキワクワクエレメントダメゲン。はい。はい。じゃあね、今日もチップ厳選の方やっていきたいと思います。で、昨日ちょっと思ったんですけども、これ毎日20回シャッフルできるんですね。に対して、購入回数が4回しかできないんで、基本的にはもう妥協せず回した方が良さそうですね。
40回回して、まあ、1個決定するぐらいの感じでいいので、もちろん何回買うかによりますけども、基本的には妥協なしで完璧なチップを求めていいんじゃないかなと思います。で、あと、この購入に行った後に、まあ、ここに戻ってくることができるんで、まあ、一応無課金、微課金としても、まあ、ここで一応厳選して、で、SR チップが基本にはなるんですけども、まあ、これに値する SR チップはゲットできるので、まあ、それをね、やっていくのはありかなと思いますね。やっぱりね、UR チップはゲットできないと、まあ、ダイヤ分回収するのはなかなか難しいと思うんですけども、まあ、完全に無駄っていうわけではないですね。一応報告によると、UR は無理ですけど、まあ、SSR チップだったら、まあ、1枚目でデトレアっていう報告もあったので、まあ、SSR でも良ければ、まあ、これね、厳選する意味は多少あるかなって感じですね。まあ、今回私はね、まあ、UR チップの入手を狙ってやっていきたいと思います。じゃあ行きましょう。前回こんな感じで全然ダメだったんですけども、次はどうでしょう？うい。ほうほう。なんか長いの来たね。重装ひらめいし。ランダムですけど、これはもう多分左か真ん中。まあ左ですかね。3つなんで。ですね。で、あとちょっと面白かったのが、このチップ部位がランダムになった場合ですね。で、この間、左限定だったんですけど、左の場合、めくったチップ全部左だったじゃないですか。で、ランダムの場合、その、めくった9枚が全部バラバラの位置になるらしいんですよ。なんで SR は左で、UR は左下みたいな、そういったのがあるんで、まあ、ランダムにした場合で、そういった違いが出るのはちょっと面白いですね。はい、で、これ全然ダメなんでね、もう一回行きましょう。スクラマサックスの出方がやばいな。セストにしか興味ない。お、これはちょっと面白いのが出ましたね。コア。セストンのコアでランダムバフ空軍生命ですね。悪くはないんですけどね。これもう一個つくかどうかと、あともう一個に何がつくのかによってめちゃくちゃ依存しちゃいますね。で今ね、全ユニットダメ増の、まあ、セストン UR チップ持ってるんで、それ上回らないと意味がないんですけども。ただこれはね、まあ、ワンチャンなんかいいのが出る可能性もありますけど、これ全然ね、妥協しなくていいと思います。もっとね、厳選しましょう。コアのダメぞ。悪くはないけどね。でももう妥協しないと決めたからには、がっつりやっていきます。スクラマサックス、微妙だね。これも微妙かな。基本的には、防御能力と、高速崩壊が見なくていいかな。これランダムなんで微妙ですね。ほいほい。ランダム、海軍攻撃、海軍特性。海軍向けなら悪くはないかなってとこですが、ダメでしょう。はいはいはい。左下の空軍属性、部隊ダメージ減少。これ悪くはないチップだけどね。妥協はできるが、僕は妥協しないと決めてるんで。これもダメそう。コアの海軍ダメぞとかもね、悪くはないけど。お、そう、セストンだ全部。ランダム重装ダメぞ。微妙だね。ランダム、被ダメージ減少改善していると。これランダムですけど、まあ、多分左のチップのどれかですね。まあ、これで妥協する必要はないかな。舞台ダメージ減少のセストンチップとはまあ悪といいけどね。まあまあまあ。全然妥協しません。これはすごい微妙。お次も微妙ですね。なかなかこれぞというのは出てきませんね。いや、これはもう一発ものというよりは、完全に複数日かけてやる感じになっちゃいそうだな。セストンですけど、会心はマジでいらないんで、いらないですね。なかなかやっぱり、沼ですね、これは。ランダムって怖いわ。ランダム、ひだめげん攻撃加算。これは防御能力付きのランダムシェハーか。防御能力はいいんですけどね。これがちょっとわかんない。重装防御能力で左になる可能性もあったら右になる可能性もあるんで、ちょっとランダムが凄すぎますね。で、ひだめげんの左か。これはまあ、昨日ゲットしたやつの介護感みたいな感じですね。まあ、高速効果つけばいいんですけど、まあ、運ゲーなんで厳しいでしょう。はい、ランダム空軍属性。はんはんはん。空軍属性がつくのは嬉しいけど、あまりにもちょっと広すぎますね。せめてコアだったらね、まだいいんですけど。なかなか出ないですね。これぞというやつが。はい、これラストですね。いや、出ませんね。これがね、空軍属性に、空軍ひだめり現象なんで、セストンだったらちょっと行ってもよかったですけど、だから出ませんね。っていう感じで、まあ結構厳選大変ですね。なかなか回せないんで。で、これちょっとね、かなり日数かかりそうなんで、まあ一旦ね、ここまででね、一応動画かという感じでまとめようかと思います。で、まあどんな感じのイベントなのかってね、一応皆さんにお伝えしたいので、まあただちょっと裏の方で、引き続きね、毎日厳選の方やっていきたいと思っておりますので、
結局ね、紙チップの方が出たのかどうかってね、まあ、ツイッターの方か、まあ、もしくはね、まあ、動画化でお伝えしていこうかなと思っております。まあ、これはね、悪くないイベントではありますが、まあ、結局やっぱりかなりの沼だなっていうのははっきり分かった感じですね。まあ、ただね、そんなにコストをかけずに、まあ、この厳選の方をやることはできるので、まあ、そういったね、楽しみですね、があるのはいいですね。まあ、普通だったらね、もう重装の箱を開けないとできない、まあ、このランダムが、50ダイヤとかでできちゃうわけなんで、まあ、これはいいですね。逆に言えばね、UR 箱を開けたとしたら、これと同じような目に遭うわけですから、これ20回で、60回、この UR チップの組み合わせ見てるわけなんですけど、60回見て、6なんか出てないんですよ。ってことは、向こう60回 UR の箱を開けたとしても出なかったってことなんで、まあ、そういう意味ではね、そのランダムの恐ろしさっていうのをね、あらかじめ低コストで試せたのはね、いいんじゃないかなと思いますね。まあ、そういう意味ではかなりいいイベントかなと思いますね。はい、まあ、こんな感じでね、まあ、強い重装チップが欲しい方ね、回してみてもいいんじゃないかなと思います。ただ、基本的にここでダイヤを使って厳選したとしても、結局ね、まあ、7000円分ぐらい課金しないと、UR チップの購入は難しい形になっちゃいますので、基本的にはまあ課金の方専用イベントとしてね、見た方がいいかなと思いますね。なんで、無課金、未課金の人は無駄にね、まあ、ダイヤを消費しないように気をつけましょうね。じゃあね、今回はこんな感じで終わりたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。またねー。